パームトマカット、またはパムボリはマリオルカ島を含むカタルーニャ地方でよく食べられるシンプルなカタルーニャ料理の一つである。スペイン語ではパンコントマテ。トマトはクリストファー・コロンブスが新大陸からヨーロッパに持ち込んだ食材であり、当初の観賞用から食用となったのは17世紀以降であるとされる。 パームトゥマカットの起源は定かでないが、カタルーニャ文化学者の田沢幸は硬くなったパンを、美味しく食べられるようトマトをこすりつけたのが始まりでは、ないかとしている。カタルーニャの料理人であるジュゼップ・リアドゥノサイジローは、パームトゥマカットが初めて文献に登場したのは18世紀で、あるとしている。1938年に、リエイダ県に生まれたリャドゥノサイジローは、 祖母が両親に対してバームトゥマカットの食べ方を説明していたことを記憶している。カタルーニャの食文化学者であるネストゥル,ルハンは初めて文献に書かれたのが1884年であるとしている。田舎で乾いて固くなったパンに余ったトマトをこすりつけたことでバームトゥマカットが生まれたとするのがルハンの仮説である。マリオルカ島で好まれる トマテガならメレットだね輪切りにしたパンドカンパーニュを片手に持ち半分に切ったトマトの断面をもう一方の手でこすりつける赤くなったパンに軽く塩を振りオリーブオイルをたっぷりと垂らすとパームトゥマカットが完成するパンを通すとするかしないかは場合によりトマトを塗る前にスライスしたニンニクをこすりつけることもあるパンの上には ナスパプリカ、玉ねぎなどの焼き野菜、アンチョビなどの魚介類を乗せることがあり、その他には、ブティファラや、フエットチョリソなどのソーセージ、ハム、チーズ、オムレツなども乗せられる。地中海に浮かぶバレアレス諸島のマリオルカ島では、この料理は、パムボリと呼ばれる。マリオルカ島ではトマトにトマテガダラメレットと呼ばれる、栽培品種を使うことが好まれる。この栽培品種は、であり、 一般的なトマトに比べると果実が小さく、やや色が濃く、酸味が強いのが特徴である。カタルーニャ地方の一部のレストランでは、効率化のためにあらかじめトマトのディップを準備しておき、注文のたびに料理用ブラシでパンに塗ることもあるが、このようにレシピが簡略化された場合は、パームトゥマカットとみなされないこともある。パームトゥマカットは、カタルーニャの国民食とも言われるが、 カタルーニャ地方以外では、スペイン国内でさえも見かける機会が少ない料理である。時間帯としては朝、昼、夜を問わず、食べられる料理であり、肉料理にも魚料理にも合う。フランスパンのサンドイッチであるアウトラパー・オバルなどで、注文する際には、パンをパームトゥマカット仕様にすることができる。シチリア島の南部に位置する。 マルタ島にはトマトとオリーブオイルをマルタパンにこすりつけて食べるパームトゥマカットに似た料理がある。フランスのプロバンス地方にあるニースのパンバニャ、イタリアのブルスケッタ、ギリシャクレタ島のメゼであるダコスもパームトゥマカットに似た料理である。ありがとうございます。